ギリギリクメンことギリメンヨッピーです。今日はですね、昨日届いた Amazon のキャンプ道具、これの爆買い動画も上げてるんですけども、今回はちゃんと組み立ててみたいと思います。意外にね、やっぱりね、このちゃんとしたメーカーじゃないって言ったら失礼かもしれないんですけど、まあちょっとね、安いもので揃えてるので、結構ねレビューの中でも不良品が入ってたとかね、でその返品ポリシーとかもあるんで、まずはちゃんと組み立ててみて、これが正常なのかどうかっていうのをね確かめてみないといけないんで、ちょっと一個一個ね組み立てていきたいと思います。まずはこの奥さんの椅子から。でこれは言ったヘリノックスのね、ハイバックのまあちょっと類似品っていうやつですか。まあヘリノックスっていうね、12,000〜24,000円する超人気の椅子があるんですけども、まあ、それの安いやつですね。まあ悪く言えばパクリモン。ここがね、こういう風に紐でつながってるんで、こんな感じでパタパタっとね勝手にくっついていくんです。おー、指挟む、危ない、危ないな、これちょっとね、初めてじゃ指挟むかもしれない、ちょっと気をつけた方がいいですね。こういう風にこう紐がついてるんで、ゴム製のね紐がついてるんで、こうパタパタっと、ほらほら、簡単、はい、ほらこれでもう土台完了です。めっちゃ早いですよね。だ多分ね、この簡単さと手軽さがヘリノックスのね秘密だと思うんですけど、にしてもね、14,000円はね、まだ僕にはちょっと手が出ない。やっぱり一発のキャンパーになってカッコつけたくなってきたら、僕はちゃんとヘリノックス買いますよ。あとはね、この座面をかぶせるだけです。見たんすよ、 YouTube で何回も。ここにね入れるんでしょ、入れることによってこういう風にちょっとした荷物入れというかね、なるっていう。枕があるんで、この枕が上ですよね。そらどっちから通すのがいいんやろな。でここに棒を入れ込むとこがあるんで、ここにこの4箇所入れていくっていうだけのお手軽チェアです。まあ、広い方から入れていこうかな。でこれね、布がめっちゃ硬くてもう全然入らへんかったみたいなレビューもあったんでね、どうですかねこれは。ん、え、これ絶対間違ってるよ。え、ここは絶対合ってる、合ってるはず。後ろか、後ろが違うんか。でもね、後ろね、ここやと思うんですよ。んー、棒足りひん、まさか。上から入れるのかな、上から。じゃあ、え、こんなん絶対座られへんやん。え、説明書、説明書どこ行った。はい、説明書。工程6まで。布のサイズはちょうどいいですし、少しの努力が必要です。より安全かつ安全にするためです。より安全かつ安全にするためです。どういうことやこれは。ちょっと待てよ、両サイドを引っ張って逆か。でもこれ、これ絶対足の部分ですよね。こうなのか、こうではないわな、こうやな。まあ感じ的には絶対こうですよね。これさ、絶対違うと思う、絶対違うっしょこれ。もう何も入ってない。だってこれさ、思いっきりパイプケツに当たっとるし、突っ張ってすらないし、これハイバックの棒じゃないんじゃないの説出てきましたよね。うわー、やられた。あ、もう一個あるんで、そのもう一個出してみましょう。やられたなこれ。はい、こちらが僕用に買ったやつです。こっち大丈夫でしょ、1000円高いんで。あ、もうこれやからさ、レビューに書くしかないでしょこれは。レビューに書こう。こっちはの説明書は日本語ありますね。おお、これパイプの太さ全然ちゃうな。でもどっちかっつうと多分こっちの細さの方がヘリノックスに近い感じでしょうね。パイプの太さ全然ちゃう。まあいっか。これもね、カチカチカチっとはまっていきます。ほら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 、これ全然長さ足りひんやん。これこれ絶対ハイバック用の棒ちゃうし、間違えてますよね。どういうこと、生産過程で間違ってるってこと、中身の検品の時に間違うってこと。やっぱそうですよ、ちゃんと返品しますけど。これね、交換してもなんか怪しいんで、一回ねミスったところでは買わない。なかなかシビアなサイズやなこれ。お、入るけど、入るけどやで。こっちもちょっと折ってからやりましょうか。折ってからやるのが正解なのかどうかわかんないですけど、いやマジでサイズ感シビア。このポールをね入れるところのね穴がねかなりシビアです。ほんならここを起こせば完成でしょう。くぅくぅどうやって入れてんのみんな。これね、このポールをここに、でこれをもう立てれば完成なんですけど、ヘリノックスもこんな硬いん。 OK OK、 ほらよこしょ、ほらこれだと完璧ですよ。すごいいい感じ。これマジでと、まあこういうことがねあるから、もう開封しとかんとダメなんですよね先にね。あー、めんどくさいな。返品すんのもめんどくさいんですよね。かといってね、安い値段でもね、なんか泣き寝入りすんのもバカらしいじゃないですか。ちゃんと返品します。直すときはね、
ここ抜けば簡単に治るんで。ほら、分かったかもしれへん。こっちを刺してからこっち入れた方がいけるわ。安全にほらつけれる。そういうことですか。上やってから下ですよね。簡単解決、もう完璧。はい、じゃあ次アルミテーブルです。このアルミテーブルをね組み立てていきましょう。でこのアルミテーブルね、この辺りね写真出しておきますけど、この写真で見るとものすごい足長そうに見えるでしょ。もうこれね、もうほんま詐欺ちゃうかっていうぐらいですよ。僕はねちゃんと寸法を測って寸法を見てから買ったんであれなんですけど、まあ、写真で見るとほんまに90センチぐらいね足の長さありそうなんですけど、実際はね50センチしかないです。だからね多分感覚としては半分ぐらいの高さしかないです。このね高さをイメージして買った人はねすごい後悔してると思います。レビューにもね何件かありました。だからね中国製品とかねそういったものをね買うときはね要注意です。中国サイトのウィッシュってあるじゃないですか、激安のね通販アプリなんですけど、あれもねもう騙しかのようなねイメージ写真って入ってるんで、ちゃんと寸法を確認した方がいいです。でこれはおヘリノックスみたいにね、ここもカシャーンとやるだけです。でこれはね開けるだけなんですよ。お手挟むぞ。これもキャンプ道具手挟むあるあるやな。どこまで広げるのが正解。カチとかなる、カチとかなるの、カチとかならん。こんないく、こんないかんよね。あーこれか、これレビューでなんかねレビューでね幅の調整が難しいって言ってたん、これですね。だからどこで止めたらいいっていうのがねないんですよ。これ普通の高いテーブルとかやったらカチッとかねなったりするんですけど、まあ、安いって言ってもねこれ5000いくらぐらいしたと思うねんけど、とりあえずだから大体で広げてこのアルミの天板を置いていくんでしょうね。おー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 おおおおお、くるっと巻いてねヘアゴムで止められてただけ。でもね重たくはないです。このサイズ的にはね全然重たくは感じないですね。これちょぼー開いてるんで多分ここにね入れ込んでいくんでしょう。もう初心者あるあるです。とりあえずやってみる。あなるほど、ここですね。ここがはまってないんでもうちょっと広げんとダメってことですね。これ難しいな。ここねビニールテープ巻いたらいいですよね。このストップするちょうどいいところで、これまたやっときましょう。これ刺すと、でこの真ん中が刺さらないんでもうちょっとですね、もうちょっと広げる。おこういうことですね。これの調整がめんどくさいっていうことですよ。まあ、別にねそんなに時間使ってないんですけど、目印があった方がやりやすいと思います。でこっちも同じように入れていく。はい、これで天板乗せるだけです。ほっ、こういうことやね。ここ天板かますでしょ。でかましたらねこっちにもカポッと入れるようなねものがついてるんですけど、こういう感じだと押し込んだらねスポッて入るんですけど、これこう通さんとダメなやつですね。ってことは苦労してはめた、この位置調整してはめた棒を先につけんとあかん、そういうことになるのかな。伸びた。はい、今の話忘れてください。いいんじゃないですか。ちょっとうるさい。こっちの場合ねやっぱりファミリーキャンプなんで、それなりのサイズのものを選びました。これがねあれば4人ぐらいは普通にご飯食べれるじゃないですか。アルミの天板なんでスキレットとか、まあちょっとある程度熱いものとかもね、これですよね、これを置いて調理することもできるはず。まあアルミといえどもね溶けたり変形したりしないわけじゃないんで、あとはもう耐久性との戦いになってくると思います。まあでもね安いの買ってるんで、行ってしまわれたら行ってしまわれた時ということで、ちょっと割り切ってね使っていきたいと思います。とりあえずは問題なさそうですね。でこれ網がねついてたんですよ。これを言うたらここにカシャーンとやることでこういう感じでね巻いた収納になる。ただこの収納ね、ここが網になってて収納入れるところはもうクロスになってるんですよね。これレビューにもあったんですよ。もうこれはねもう分かってて買ったんですよ。クロスになってるんでこう取らんとダメっていうか、てか入れれるもんも限られてきますよねこの感じだと。まあ正直ここでもいいんちゃうかなと思うんですけどね。こういうのって本当に使い勝手で考えられてるようで、実は細かいところは考えられてないっていうね。もうとりあえず網ついとった方が売れるやろうぐらいの感じじゃないですか。まあ、ここはねつけるとこじゃないんですけど、まあ、こういうちょっと細いところに引っ掛けとくだけでも、まあ、とりあえずは出し入れはしやすくなりましたね。でまあ組み立てで確認しとかなあかんのはだからこれぐらいですかね。一応ね外れが一つあったのがものすごいショック。気を取り直してとりあえずこういう風にねこういう感じで置いて、ランタン置いて、椅子置いて、どうですかこれ。めっちゃいい高さでしょ。めっちゃいい高さなんですよ。だから50センチぐらい、まあ、これもちょっと怪しいんで測っときますけど、はい50センチです。50センチぐらいが普通にこうやってね気軽に手が伸ばせる距離、まあ無理しないでもいける距離、こういう風にねくつろげるっていうわけですよ。
で、なんかもう一個ありましたね。これなんやろ。ハンガーね。焚き火ハンガーです。これも組み立てどこちゃんと。ああ、この椅子いいわ。これもね、こういう風に勝手に組み立つパターン。今日ね、めっちゃいい天気でね、外でね、組み立て動画とかやりたかったんですけど、ちょっと時間がないのと、何せ暑い。これ足ね。足の長さを調整できるように、あえてだからこれを繋げてないんでしょうね。あ、結構長い。まあ、だからキャンプ用品ってね、そんなに仕組みは難しくないですよ。多分難しいのってテント立てるぐらいじゃないですか。映りきるかな。はい、こういうことです。これに、こういう。これをつけて、うわっ、ランタンをぶら下げると、こういうことです。でプラスね、その調理器具とか、まあクッカーってやつですよね、とかもぶら下げれたりするんで便利かなっていうことで、また濡れた服とかね、まあハンガーの名の通りかけるのもいいですし、まあこれでそのまま焚き火をやってもいいと思います。で高さは足を抜いちゃえばもう本当にめちゃくちゃ短くなります。ほらこういう感じ。まあこういう、まあ焚き火のね、直火料理とか、まあちょっと低すぎるかこれ、まあここに足をつけたらこれぐらいの高さですよね。まあ高さ調整もできて、まあ組み立ても別にそんなに難しくないです。はい、くると巻けば完璧ですね。あーし、とりあえず OK かな。いや全然君 OK じゃないから。いや本当にね、これね、キャンプ行く前日とかじゃなくてよかったです。僕 Amazon とかのレビューとか見ててすごく思うんですけど、キャンプ道具ってギリギリに買ったらダメですよね。それはすごく思います。なぜなら嘘みたいなね、不良品とかがね、普通に紛れ込んでくるんですよ。これをね、開けずにキャンプに行ってたら奥さんの椅子がみたいな状態になって、今度は僕の椅子取られるでしょ。もう僕椅子なしでキャンプするところでしたよ。だからキャンプ道具は結構前もってね、購入してた方がいいと思います。安心してね、そのまま新品のまま持っていくってね、開封もせずに持っていくっていうのは結構危険ですね。それなりのね、メーカーだったら大丈夫かなって思うんですけども、やっぱりそれなりのメーカーの中でもやっぱり不良品が一部紛れ込んでたりとかしてるらしいので、まあこういうコールマンであるとかね、スノーピークであっても、ちゃんと動作確認、組み立て確認っていうのはしっかりやってからキャンプに臨んだ方がいいと思います。はい、ということで今回はまあ簡単にね、届いたキャンプ道具をね、組み立ててみました。でまあほとんどはね、イメージ通りだったなっていう感じです。安いからって悪いものではないなっていう気はしますね。まあちょっとね、ここがこうあったらいいのになっていう、そういうかゆいところに手が届かない感はやっぱり安物なんであるのはあるんですよ。ただまあとりあえずはキャンプ初心者は安いもので揃えてもいいんじゃないかなって思います。はい、じゃあ今回の動画はここまでです。皆さん、このデザートボックスですか、不良品が入ってたやつ、気をつけてくださいね。まあ、全部が全部そうではないと思うんですけども、僕はもう返品します。バイバイ。